はい、次はですね、ポジション3ということになってますね。先ほどのこの4弦ルートのポジションの1個隣になります。この2弦のここがルートになりますね。マイナーペンタは15 13 16 13 15 12 15 13ということになります。でナチュラルマイナーはこのね15ではなく16から入ります。16 15 13 16 15 13、揃ってます。そして15、13、12、1個はみ出て、15、13、12、で4弦15、13で終わりますが、本来ここにもありますね。はい、というのがこのポジションになりますね。ではまたねこのポジションで、フレーズをいくつか作ってみたいと思いますが、まずペンタトニックの、からいきましょう。このポジションはね、狭い広い広い狭いなんですかね。ちょっと弾きにくいんですが、頑張ってフレーズ作ってみたいと思います。意外にねかっこいいフレーズができるポジションです。まずこのルートから入って16にハンマリングで15 16 13 16 1弦 13 15 で 16 13、スピード感のあるフレーズが作れると思います。で次上がっていって、ここ2本人差し指でね縦に、はい、ギターをこう縦にね音を飛ばすと、ヨド音が飛びますのでね、この2弦3弦だけは3度なんですが、基本的にこうヨド音が飛びますので非常にこうメロディアスに聞こえてきます。どうしてもスケールを追いかけてるようなアドリブになっちゃうなっていう人はね、わざわざこう縦に指を使ってみると良かったりもしますね。はい、じゃあですね、ナチュラルマイナーの方で、この揃ってるとこ16、15、13で揃ってるとこうまく使って、まず16、15、16、15っていう形でハンマリングプリングして16、13、この辺をねこう繰り返してもいいんじゃないかと。あとはタララタってこう13まで返しちゃって、ね、タララ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 同じこと、これね同じ形が揃ってるので同じフレーズをこう繰り返す、同じ動きを1弦2弦で繰り返すのもありです。で13、15行ってから10行くと非常にこうねエキゾチックな感じがします。はい、でこのまず縦に行ってこの16をチョーキングしても綺麗ですよね。非常にメロディアスになります。はい、とかの運指なんですけどね、これ E フラットメジャーペンタになります。タラタタ、なんですか、その難しいことはいいです。この、ね、13、15、12、15したらまた13でこれ人差し指を、縦に使って、はい、なんて使ってもいいかなと思いますね。ではまた、はい、じゃあこのね聞こえると思います。はい、最後にやりましたけどね、遅く弾くとちょっとダサいんですけども、早く弾くとなんかエキサイティングに聞こえるっていうフレーズもありますので、テンポや
リズムをね、変えながら弾くっていうのが大事です。なんかスケールを覚えたらアドリブできるみたいなね、勘違いをしてる方も多いんですけども、アドリブはね、こう、瞬間的にこうメロディーを弾いてるわけですよ。スケール弾いてるわけじゃないんです。なので、そのメロディーには、やっぱりね、こうリズムっていう要素が非常に大事です。だからどんなリズムで、どの音の並びで弾くかっていうね、ことでリズムっていう要素をね、忘れずにというか、なるべく意識して、こんなリズムで弾いてるっていうのをちゃんと認識してフレーズを弾くようにしてください。じゃないとね、ダラ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 弾き続けている、アドリブになってしまいますので。では次のポジション行ってみましょう。今度はですね、ちょっと下がります。5弦のこのね、ここを中心に行きましょう。まあ、上がっていくと分かりやすいんですが、まずペンタトニックね。6-3-6-4-5-3-5-3-6-3 ですね。6-3-6-4-5-3-5-3-6-3。これがマイナーペンタと呼ばれます。に対して、ナチュラルマイナーは6-4-3になります。6-4-3-5-3。で、6-5-3-6-5-3。フルに弾いちゃって、スケールフルに弾いちゃってるような感じですけども、6-4-3-6-4-3-5-3-6-5-3-6-5-3。結構揃ってます。1、2弦が揃って、3弦が5-3になって、この4弦、5弦が揃う。はい、そんな難しくないです。覚えやすいと思いますね。ではまたフレーズを作ります。まず、このペンタの方ね。マイナーペンタの方。4弦の5から入って3弦を3-5でハンマリングして、で2弦の4ずれてるところですね、ここだけ4が出てきますからね。4のところを起点に作ってあげるとなかなかかっこよくなったりします。このまた4から入って1弦の3行って4行って6かっこよく聞こえるっていうのが分かると思います。はい、で次このね、ナチュラルマイナーの方を使っていきます。3-5でこのね、人差し指飛ばしてペンタの音4-6で4-3上がっていくんですが、1個飛ばして音を飛ばしてみるっていうのをやりましたね。3-4-3-4ね、6-4-3-6-4-3でしたが、3と4が揃ってるのでタララタララなんて弾いて上げてもいいかなと思いますね。スケールのなんかこうね、共通してるとことか、揃ってるところとか上手に使ってフレーズ作るとまた、ギターらしいフレーズが作れると思います。で、5-6-5-4。これはね、A フラットメジャー7に当たるんですが、そのアルペジオを弾いてます。アルペジオで入って、スケールの音に。アルペジオ、ね、別に C マイナーだからって C マイナー弾く必要なんですが、アルペジオの音から入ってスケールに入るというようなフレーズ作りをすると、非常にまとまりが良かったり、出足がね、メロディアスになってインパクトがあったりします。5-6-5-4-3、斜めですね。このコード折ってるだけですからね。5-6-5-4-3-6-3。2弦の6から3弦の3へ。で、1弦でタラッて、6-4-3とスケールを降り立ったわけです。じゃあこれもオケに合わせましょう。じゃあまず、マイナーペンタ。頭がララララララ、頭から弾くとこんな感じですが、頭の音、ね、かっこよくなったりしますよね。
感じでね、作ったフレーズをオケに合わせてみるとどんな雰囲気になるかはっきりわかると思います。では最後ね、5つ目、ポジション5行ってみたいと思いますね。はい、これはですね、最初にやったポジション1の今度こっちどだりっていう感覚でいいんですけども、ルートはだから1弦の1、1弦の1、ごめんなさい、1弦の8、または3弦の人差し指3弦の人差し指から取ってルートからルートまで1オクターブって感じですね。この 1弦の8もルートです。8 6 8 6 8 5、これがペンタになります。でこれをナチュラルマイナーにすると、なるんですが、ちょっとこれね、10から言ってあげると、1弦につき3音ずつになるので、非常にフレージングしやすかったりするので、こう10から行きましょう。10 8 6 9 8 6 8 7 5ですね。1弦の8、3弦の5ですから、はい、ではですね、またこのペンタからフレーズ作ってみましょう。でロックでよくあるタラタタタラタラタタラタタタラタラタタタラタ、こう下がるやつがあります。プリングして次は1個戻って、次またプリング、プリングから入って次の弦行って、で1個戻って、はい、このフレーズがよくありますね。あとはさっきのタラタ入りは一緒なんですけど、また今度1弦でハンマリにしてルートじゃない音で終わってあげます。これもいい感じ、メロディアスに聞こえますね。じゃあこの3弦の広いとこ5、8を使いましょう。5、8、6、8、8、5。この6、8 でルートを上げますので、また1音半タララッと入れてから、ちょ突然チョーキングもいいんですが、もういいんですが、タララッつってからこう上げてもね、フレーズらしくなります。ここからチョーキング、あごめんなさい、チョークダウン、これ1音半でね、こんな風にチョーキングも使ってみましょう。じゃあこのね、さっきのナチュラル前の10を使ってみます。これもアルペジオです。 Gm のアルペジオですね。みたいな感じがいいかなと思います。8 6 10 6 6 8、とかね、この、近い7、8から入って7 8 6 9、8から6へ1回プリングして、そのまま真下に下ろす、真下の6に下ろしてルートで終わるとか、9 8 6 8 9 8 6 8 7 5、どちらいいんですけども、7飛ばしてこうルートまで行くと非常にねってメロディアスに聞こえます。タララディディスティ、そしたらこのね、1弦の6に飛ばします。飛ばします。で2弦の9、8、9、10、フレーズもいいかなと思いますね。であとは、まあ、先ほどのように似てるんですが、この1弦からルートから降りて、で7ここで飛ばしてこう降ります。はい、じゃあこれもはい、OK にお願いします。まずペンタですね。ここ繰り返してみて、タラタタタラ、最初の2つを繰り返す。タララ
白いと思います。フレーズですね、こんな風にね、スケールの使えるねポジション、まあ自分の中で得意なポジションでも構わないんですけど、まずそれを決めて、そこでいろんなフレーズを作るようにします。そして、だんだんその隣のポジションでもフレーズを作ってみよう、じゃあこの反対隣の方の、ポジションでもフレーズを作ってみようみたいにしてね、こう指板全部でスケールを弾けるようになっていくと、アドリブっていうのはね自由に弾けるような感じになってきますし、そのポジションでしか弾けないフレーズっていうのもあるのでね、なるべく多くのポジションを覚えると、楽しくなります。ですが、最初から全部やろうとするとかえってわけわからなくなるので、まずは自分の中で弾きやすい、スケールを弾いた段階でね弾きやすいポジションっていうのがあると思うので、そこから入ってもらえるといいかなと思います。ではですね、次ポップス編の4、またね、マイナーのスケールも1本弦で弾いておきたいと思います。